何？ここ、ここはどこなの？ともよちゃん！ケロちゃん！ミーくん！さくらちゃん！ともよちゃん！よかった。ともよちゃんも無事だったんだね。さくらちゃんも、お怪我などなくてよかったですわ。うん。ともよちゃんも。だけど、ここは、どこなんだろう。先ほど現れたクローカードの力で、飛ばされてきてしまったようですわね。見たこともない景色だよ。ケロちゃんとリー君とははぐれちゃったみたいだし。ウィンディも取り戻さなきゃいけないのに。さくらちゃん。でも、ここがどこだかわからないのに、どうやって探せばいいのかな。手がかりも何もない今のままでは難しいですわね。さくらちゃん、まずはケロちゃんとリー君を探しませんか。きっとお二人も私たちのことを探してくださっていると思いますわ。今は明るいので心配はありませんが、時間が経てば夜になってしまいますし、動けるうちに探しましょう。あ、そうだね。うん、そうしよう。ともよちゃん、ありがとう。いいえ、なんてことありませんわ。では、参りましょうか。とっても空気が澄んでいて、気持ちがいいですわね。緑が生き生きとしていて、巴田町とはまた違った素晴らしさがありますわ。本当に綺麗な場所だよね。あれ？今の、蝶々？どうかなさいましたか？さくらちゃん。うん。蝶々が飛んでたのかなって思ったんだけど、その割にはすごくキラキラしてたような気がして。何だったんだろう。あら？これはもしかして、さくらちゃん、後ろですわ。おえ？何かが私の髪の毛を引っ張ったよ。やはりですわ。さくらちゃん、見てください。妖精さんですわ。私、妖精さん初めて見るよ。クローカードとは違うんだよね。うわぁ、とっても可愛いね、ともよちゃん。ですが、妖精さんがいらっしゃるなんて、現実とは思えないような光景ですわね。妖精さんがたくさん集まってきましたわ。ほえ？ほえ！助けてー！さくらちゃん！どうしていきなり襲いかかってくるの？服を引っ張ら